本日1月30日、今、キャンプ地から、100キロぐらい移動したところですね。で、今、ガソリンスタンドで水汲んでます。いや、水もね、買うと高いんで、蛇口の水で十分なんですよね。まあ、腹壊したことはないんで、毎回これでやってます。だいたい10リットルぐらい汲んできましょう。はい、これで5リットルと2リットルかける3、あとボトルで、まあ、12リットルぐらいですね。これ持って、まあ、出かけます。これが持つのがまあ3日ぐらいですかね。節約すれば。普通に使うと2日ぐらいなくなります。じゃあ、行きましょう。はい。で、もう、飯を食い終わりまして、で、寝るところですね。時刻は9時半ぐらいです。で、まあ、今日はまあ120キロぐらい走りまして、あと南アフリカの国境まで130キロぐらいってところです。夕方になるとですね、その向かい風が強くて、なかなか自転車が進まないんですよね。それがちょっと厄介ですね。日中ずーっと暑くて、で、夕方やっと走れるかなっていうと、すごい風吹いてくるんで、なんともしがたい感じです。まあ明日うまくいけば、南アフリカに入国できるんで、もうほぼ残ってないですね、道のりも。南端のアガレス岬ってところまでとりあえず行きます。で、その後ケープタウンまで戻るんで、まだちょっとありますけど、まあもう少しって感じです。じゃあ、寝ましょう。おやすみなさい。